現地時間7月25日に開催されたパリゴリングループステージ第1戦のスペイン戦1から2で右膝を負傷した日本女子代表の DF 清水リサがチームを離脱することになった。画像、担架に乗って運ばれる清水、所属するマンチェスターシティが次のように発表した。現地7月25日木曜日に行われたパリゴリン2024での初戦。 日本代表がスペイン代表に2対1で敗れた試合で、清水リサ選手が膝を負傷したことを確認しました。清水選手は、クラブのメディカルチームによるさらなる診断のため、シティフットボールアカデミーに戻る予定です。なでしこジャパンにとっては、小さくない痛手となる。厚生黒丸サッカーダイジェストウェブ編集部。